どうも皆様、こんばんは、くんひろです。さあ今日の動画はキングダムハーツリコーデッドのシークレットムービーを見ていこうかと思うんですけども、昨日生放送で3時間半ぐらい、ぶっ続けでやりました。で、3時間半っていう数字を生放送ではあっという間なんですけども、動画投稿としてね見るとちょっとこれは見切れないぞと思う方が多いかと思うんですよ。で、そこでシークレットムービーのとこだけを抜き取って1本の短い数十分の動画にしていきたいと思います。なので、まあリコーデッドのストーリーも知ってるよ、だからちょっとこの動画見なかったよっていう人はぜひこの動画を見ていてくれると嬉しいです。では行きましょう。新しい旅立ちの扉はもう開かれようとしている。いやー、綺麗に終わったね、リコーデッド。これにて完結ではございません。イエンシッド様が、てかお前教えてくれよ、すべてのことも。お前一番知ってるだろ。なんだろう、怒られてんのかな。イエンシッド様、ようやくデンの心の居場所が分かりそうです。あ、バースバイスリープの後、これであとはテラだけか。はい、3人は必ず助けます。次にゼアノートがどう動くかだな。ゼアノート？彼から別れたハートレスを率いたアンセムも、ノーバディを率いたゼムナスも、ソラが倒したはずでは。もう倒した後ね。オッケーオッケーオッケー。確かにその二人は消えた。だがその二人が消えたということは、本体であるゼアノートの復活を意味する。ええ、じゃあ同じこと言ってる。ハートレスに囚われていた心は解放され、同じこと言ってる。ノーバディとなっていた肉体が消滅すれば、二つは再び一つとなる。すなわち、マジでマスターゼアノートの帰還だ。また彼が何か行動を始めると。ゼアノートは策をいくつも講じる男よ。でももしまた危機が訪れても、僕とソラ、そしてリクもいます。確かに彼らは強い。だがマスターは王一人だ。もしゼアノートが一人ではなかったとしたら。うわー、やばい、それはやばい。どういう意味ですか。王よ、ソラをここへ呼んでもらえぬか。そしてリクも。一体何を。マスター承認試験を行う。おお、マスター承認試験、なんか聞いたことあるセリフだ。はあ、やべえ、ちょっと待って、マスターゼアノートだからできることだよな。一人じゃないってもうとんでもねえ怖えセリフだな今の。ハゲ増殖中だった、どうすんだお前。二人とも限んねえぞお前。三人四人五人ハゲいたらどうすんだ。引き継がれしいし。うわー、え？あれ？今のがこれか。今のが普通のエンディングぐらいね。え、待って待って待って。とりあえず一回整理していい？ここで今、ね、言われたこと。要するに、ゼアノートだけではなく、アクセルとかそちらの方々も関係してるでしょ。ってことは今後アクセルとかも、リアとして存在し、が継続されてる、戻るってことだよね。あ、それはでも嬉しいなぁ。あ、ハテナさん、え、誰これ。ちょっと待って。ブライグ、あんた。うわ、見よう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 。もう、行っちゃっていいよね。行くぞ。面倒な段取りだった。めっちゃ倒れてんじゃん。予定通りってことか。ゼムナスの旦那がここにいないってことはもう始まってるんだよ。始まってる？ああ。あれ？いやー、ゼアノートのじいさんはやっぱり怖いね。今サイクスの声しなかった？読んでるのか。
実際じいさんの本当の目的もよくわからないしな。本当だよね、未だにピンときてねえよ。あんたも自分自身のことだが理解できてるのか。あ、お前か。シルベとして向かうべき運命は決まっている。つまりまだよくわかってないんだろう。キーブレードマスターは代々受け継ぐキーブレードがある。長い歴史の中弟子が増え、継承されるキーブレードもいくつか増えていったが、その中でも最古の一振り、マスターゼアノートが持つキーブレードこそが引き継がれし意志だ。俺はまだそれを手にしてはいない。なんで押さないのこれ。なるほどな。なんで押さないの。キーブレード戦争もそこにつながるって話か。まあいい、俺は俺の目的に向かうさ。で、誰を連れて行くんだ。なーに、ちょっと今の、今言おうとしてたじゃん。ちょっと待って、なんで押さないお前。これちょっと待って、これなんだ。やばい。もう一回見ていい。面倒な。キャラの名前だいぶあれします。音量を下げます。これは時系列的にはどこだ。始まってるんだよな。今でもレクセウスのおっさんがさ、普通の姿だったんだよね。でまあ今俺が思ってるのは、シグバールがやられまして、この状態に戻りましたっていう話と、でもその前か。え、でも待ってよ。今思ったら、賢者アンスムが救った時の、まあ、テラゼアノートは、もっと大人びてたよね、ちゃんと。転生してんじゃねえ、こいつ。さらなる若い体を得てる。でもこいつマスターゼアノートな。でも、代々受け継ぐキーブレードがある言うとるな。まあ、あの、獅子みたいな感じのやつだろ。長い歴史の中、弟子が増え。継承されるキーブレードもいくつか増えていった。まあこれはキーブレード伝説の、まあここまで紡いできた歴史のことやね。マスターゼアノートが持つキーブレード構想が引き継がれし、引き継がれしいし、俺は何のよ。それを手にしてはいない。それを手にするとどうなる。キーブレード戦争もそこに繋がるって話。いや、繋がらないでしょう。わかんないよ。俺の目的に向かうさ。で、誰を連れて行くんだ。あのね、ここでね、一瞬スーって聞こえるよね。スか、ソか、どっちか。ソラってこと。スイクスはないでしょ。サイクスかなと思うんだけど。スイクス。ソラ。あー、でもなんかスーって聞こえるよね。ほんと一瞬だけど、スッて。あー、これは面白いなー。高まっちまったよ、また。でもさ、アクセルとかぶっ倒れてるし。アクセルがぶっ、もうリアじゃないもんね。アクセルだもんね。なんかいろいろ起きてたんだろうな。要するに。いろいろ起きてるってことだろ、これ。いやー、とんでもねえ、もう見させんな、お前。これ。で、ドリームドロップディスタンスにつながるということか。はい、ということで、皆様、いかがでしたでしょうか。いろいろ、すごい、情報がもう、あの短い時間に、詰まりに詰まっていたとは思うんですけども、生放送で見たので、何回もこう、動画のようにね、ムービーを見たり、じっくり考える時間っていうのは取れなかったんですよ。なので、一回寝て、またそのムービーを編集で見返して、ゆっくり見返しました。そこでの俺の気づいたこと、あとコメントとかを今から喋りたいと思います。まず、シグバールの発言から、あの白髪の少年が、マスターゼアノート、じいさんだということが分かりましたね。あの、シグバールがあんた自身のことだけどな、みたいなことを言ってるんですよ。で、まあ、記憶がまたなくなってるというか、曖昧な感じは、あるのかなっていうのはあります。だがしかし、この肉体は一体誰のものなのだろうと。今まで登場してきたキャラクターの中でも抜群に若いで、まあバースバイスリープから10年ぐらい経ってるってことで、
テラゼアノートになった後にすぐ子供を作っていた場合は、10歳ぐらいなら確かにあれぐらいにはなっているのかなとも思ったんですけども、ゼアノートのハートレスノバディが倒されたらじいさんが復活するとイエンシード様が言ってましたよね。でそこで考えたのが、復活した時に姿がそのハゲてる状態、まあ状態に戻るとも限らないんじゃないかなと思って、むしろテラの肉体で蘇ってもおかしくはない。そして仮に戻った時に肉体が若返るなら、この姿にも納得がいくなと思ったわけですよ。まあ、要するにデスティニーアイランドで若かりし頃の、まだハゲてない頃のゼアノート、あの姿が若返ったら今の白髪の少年にかなり近くなるのではないかなと。まあむしろもうテラと合体した時はもうね、姿形若かりし頃のマスターゼアノートにちょっとそっくりだった感はあるんだけど、だからどの道ハートレスノーバディが倒されて戻る時は若返ってしまうのかなと、今このシークレットムービーである情報で自分が考えるとのはそこまでですね。ということで、今までのシークレットムービーとは違ってちょっとさっくりした考察にはなってるかと思うんですけども、次のタイトルもう今すぐに行きたいのでやっていきたいと思います。では次回もご視聴よろしくお願いいたします。本日中にね、投稿いたしますんで、お待ちください。それではまたね。